吉田憲一郎は日本の実業家。ソニーグループ株式会社代表執行役、会長兼社長 CEO、ソニー株式会社取締役会長、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社取締役、会長、熊本県出身、鹿児島県立鶴丸高等学校を経て、東京大学経済学部を卒業。1983年にソニーに入社。1988年にソニーネットワーク販売に出向。1990年にソニーコーポレーションオブアメリカに赴任を経て、1994年にソニーの証券業務部所属となる。1997年に財務部に異動を経て、1998年に社長室室長に就任。2000年にソニーコミュニケーションネットワークに出向。2001年に執行役員に就任。2005年に代表取締役社長に就任。その後、ソニーを退職し正式にソニーコミュニケーションネットワークに移籍する。2013年に平井和雄からの要請でソニーに戻り、執行役、エグゼクティブバイスプレジデント CSO 兼デピューティ CFO に就任。2014年に代表執行役 CFO に就任を経て、2018年に平井和雄の後任として代表執行役社長兼 CEO に就任。2020年に代表執行役会長兼社長 CEO に就任。2020年3月期の役員報酬は10億2300万円。ありがとうございます。